第一日目なのだ。追いかけているのだ。遠くにも映っているのだ。ズームするのだ。見えますか？なのだ。仲が悪いと思うのだ。食事風景なのだ。黙々と食べているのだ。
波の音、鳥の声が聞こえるのだ。警戒しているのだ。天敵のカラスが鳴いているのだ。逃げた方向は急斜面で海になっているのだ。フェンスがあっても関係ないのだ。ホリホリなのだ。ゴクゴクなのだ。ホリホリなのだ。ゴクゴクなのだ。それぞれなのだ。調子が良くないのだ。斜面も平気なのだ。何をしているのだ。クシクシしているのだ。何をしているのだ。
葉っぱを食べているのだ。あっちへ行っちゃったのだ。岩壁でホリホリしているのだ。もぐもぐしているのだ。スリスリしているのだ。斜面を駆け下りたのだ。かわいいのだ。第2日目なのだ。食事中なのだ。一生懸命食べているのだ。
お腹いっぱいになったのだ。ダットのごとく走ったのだ。走って止まってまた走るなのだ。パッと見たらわからないのだ。動かないのだ。真っ黒クロスケではないのだ。ちょっと追いかけてみたのか。かわいいのだ。少しずつ近寄ってくるのだ。
海が近いのだ。食べ物には興味があるのかもしれないのだ。大きさが違うのだ。可愛くおねだりしたのだ。いろんなところにいるのだ。おしゃれなのだ。
冒険したのだ。海海海なのだ。他にもいたのだ。Thank you.
カモフラージュなのだ。あんなところにもいるのだ。食事中なのだ。何をしているんだ？と見つめられたのだ。道路でクシクシしているのだ。食事中なのだ。にはいるのだ。看板の方でかけていくのが見えるのだ。
舌をペロリとするのが可愛いのだ。何気ない仕草が可愛いのだ。警戒心が高めなのだ。品定めされたのだ。フェンスで仕切られているのだ。第3日目なのだ。グルーミング中なのだ。食事中なのだ。くつろいでいるのだ。来るものと去るものなのだ。食事中なのだ。いるのが見えるのだ。
分かりにくいのでズームするのだ。水の番人、バンウサギなのだ。餌がばらまかれていたのだ。ホリホリは、と尋ねたいのだ。耳にかじられた跡がある歴戦の勇者なのだ。
あくびなのだ。どうしたのだ？ネットで仕切られているのだ。それぞれ好きなことをしているのだ。どうしてそれにスリスリするのだ？ごくごくと歌っちなのだ。さようなら、なのだ。そして
帰路に着いたのだ。